はい、どうぞ、かわいいゆりちゃん、挨拶。こんにちは、妖精のゆりで、妖精のゆりで、妖精のゆりです。妖精ポーズは？なんかダサいって言われてたの。ごめん。どうも、マネキンプレゼンターです。素敵は作れる、あるのです。じゃあゆりちゃん、今日のテーマを大声で。はい、今日のテーマは女と本音で話すな。はい、どうも、よいしょ。いや、女子とね、本音で話すなっていう話をね、僕はちょっとお伝えしたいなというふうに思ってるんですよ。はい、はい、はい。女子と本音で話すなっていうのは、無理があるんじゃないかって思うと思うんですよね。うんうんうん、自分の本音で語り合える関係の人とお付き合いした方がいいんじゃないって思われてる方多いんじゃないでしょうか。はい、それは間違いだ。なんと。じゃあ本音って言えば幸せになるのかっていうのをまずね、考えてもらいたいんですよ。じゃあね、みんながみんな本音で語り合う社会が実現したとしたら、電車とかで席変わってくんねえなって思ってるおじいちゃんおばあちゃんとかがね、おい、もうお前ら若いんやから変われよ席みたいなことを言ってたら、えっ、うってなるじゃないですか。過ごしやすい社会かっていうと、そういうことじゃないはずなの。本音で語り合えっていうのはいつか実現しても構わないですよ。ただし恋愛の初期状態ではパッと見て感じたことをそのまま口にするっていうのは危ういわけですよ。何か自分が素直に感じたことっていうのをこうした方が相手に気に入れられるんじゃないかなと思って、言動とか行動をちゃんとね、いいものに変換してから相手にぶつけるっていうのをやんないと怒るはずなんですよ。まあ今の感じだと怒ります。怒るだろう。LINE を送りました、ゆりちゃんにね、はい、で、LINE が返ってくるのが結構遅かったとする。遅っって思ったとしたら、え、なんでこんな遅かったんって、何してたの、はい、ちゃんと納得いく説明してくれっていうのが本音なの。けど、あ、大丈夫、今日忙しかったのっていう風に聞くっていうのがやっぱね、変換されたメッセージなわけですよ。なるほど。その変換がうまくできる人がやっぱモテるんですよね。これね、モテ非モテの大きな分かれ道だったりもするんですよ。何もかも本音で、いや、そういうことを本音って言ってるんじゃないよって思えてる人にとってはね、本質的な話っていうのをね、やってもらっても構わないんだけども、見て感じたものをそのまま何の優しさの変換もなく相手に伝えるっていうのは絶対やらない方がいいですよっていうことなんですよね。でも変換が下手な男の人っているじゃないですか。はい、どうしたらいいですか。なんか感想を素直に言っちゃう人もいるじゃないですか。いい質問だな、いい質問したな。これはね、まあ、状況によってどうすればいいかっていう答えは変わってくるんだけども、そもそもどういう考え方をするとうまい結果を導き出せるかっていうところのアドバイスをしたいんですね。それは完全に自分のメリットとか自分がどうしたいっていうのを置いといて、自分が相手だったらどうしたいかっていうのを考えてもらいたいんです。なんかデートとかでレストランに入りましたと、じゃあ席が2つあって、あ、自分こっちの方が快適そうだなって思ったらそっちに相手をエスコートするみたいな発想法なんですよね。それめっちゃ素敵ですね。まあ、そうするとね、はい、相手のことを優先するっていう発想の癖が自分の中に、ね、染み付いていくんですよ。相手が最高だなって思う決断っていうのを代わりに自分がやってあげるとか、相手目線っていうのを常に自分の中にこうインストールしていくわけですよ。はい、まあ、パッとこうしろって言ってすぐにできるようになるものでもないけど、自分が一人だったらこういう選択をするだろうとか、自分が相手だったらこういうふうに考えるだろうなとか想像して行動するっていうのを繰り返していくと、モテ用になっていくわけですよね。おー、モテ用の完成ですね。つまり何が言いたいかというと、モテ器は作れるということです。はい、いや、いかがでしたでしょうか。今日素晴らしかったです。今日はいつも素晴らしい。今日は珍しく素晴らしかったという評価をいただいたところで、皆さんチャンネル登録はね、もしまだの方はぜひね、チャンネル登録していただきましてね、皆さん明日も会いましょうね。アディダス、アディダス、アディダス、アディダス。